まるごと必勝チャンネル。さて今週は丹下さんが北海道の牧場取材のためお休みです。そこで今回はスペシャルなゲストをお迎えしてお送りします。ご紹介しましょう。昨年もご出演いただきました馬三郎のゴールドフィンガーこと加藤健さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スペシャルではないですけれどもよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんといっても加藤さんといえば業界屈指の相馬眼を持つ記者として有名で、去年もこの時期にご出演いただきデュラメンテのダービー制覇をいち早く予言されていました。後ほど今年のクラシック展望についてもじっくりお伺いしていきます。よろしくお願いいたします。はい、頑張らせていただきます。よろしくお願いします。はい、なんと先週16年ぶりの女性騎手藤田七子ジョッキーがデビューしました。まさに七子フィーバーでしたけど、柏木さんいかがご覧になりましたか？最初の川崎の時からの大変な盛り上がりで、はい、佐々木武美ちゃんとかね、あの藤田騎手褒めてたんですけどね、それにふさわしい、あれなんか全然あの模擬試験と全然違うじゃないかというね、うん、あのセンスがあると思います。おじさんファンが多いんじゃないですか？あ、おじさんファン、うん、なんとなくおじさんに好みのタイプなんですかね。いや、そんな気がしましたけど、加藤さんもどうでしたか？そうですね、僕もおじさんですのでよくその好み分かるんです。本当顔つきがいい子だと思いますね。普段トレセンなんかでは本当あどけない少女のような顔をしてるんですけれども、この間競馬場で見た時のこの顔つきの良さ、うんうん、はっきりとした受け答え、本当に芯がしっかりした女の子なんだな、まさ18歳の女の子とは思えないぐらいにしっかりしているなって、まあ、競馬に行ってもセンスはいいですよね。うーん、ゲートもちょっとうまく出すし流れにもきちんと乗れている。まあ、まだまだこう大技術というんですかね、そこら辺はまだまだこれから経験を積んで良くなってくるんでしょうけれども、これから騎乗機会はどんどん増えることでしょうしね、すぐ勝ち上がれるんじゃないでしょうかね。来週は高知競馬にも参戦と、しばらく七子フィーバーは続きそうです。一日も早い初勝利を期待したいですね。さて今週は3着までに桜花賞への優先出走権が与えられる芝 1400m の G2 フィリーズレビューを中心にお届けします。このレース見どころどういったところになりますか？まあ、3歳牝馬今年はクイーンカップでメジャーエンブレムが非常に強い勝ち方をした。先週のチューリップ賞ではシンハライトとジュエラーがそのまあメジャーエンブレムに迫れるんだけのこう末足勝負を繰り出した。まあ、この3強がちょっと抜けちゃったかなといった部分ではあるんですけれども、逆にこのレースにはまだまだこうそこを見せてない新星というのも現れているのかな、それを探し出したいなといったレースですかね。確かに主要路線ではないんだけど、ということは逆に言うと伏兵はここに行くということが言えますね。だってチリプ賞で3着馬とか4着馬とかあんまり伏兵じゃないでしょ。そうですね、実際は負けてるんですけどね。だからこっちの方には本当の罠がいるという可能性はあります。おー、楽しみですね。わかりました。今週も第2部でフィリーズレビューの出走各馬、それぞれのお二人の評価を詳しくお届けします。それでは今週もよろしくお願いします。さて今回は馬三郎の加藤記者にお越しいただいておりますので、今年大大大混戦が予想される牡馬クラシック戦線を展望していただきます。冒頭でもお伝えしましたが、加藤さん、なんと昨年3月の段階でデュラメンテのダービー制覇を予言されていました。今年もその解説に期待してますのでよろしくお願いします。はい、と言いたいですけど、まあ、去年はやはり、はい、まあ、近年稀に見るレベルのデュラメンテがいたので、はい、僕の目にもそれが分かったというぐらいですかね。今年も、まあ、去年のドゥラメンテよりももしかしたらレベルが高いんじゃないかというぐらいの素質馬が集まってきていますからね、かなり楽しみなこの先のクラシックになるのではないかなと思いますよね。ではまずはじめに先週の弥生賞から振り返りたいのですが、評判通り人気上位の3頭が素晴らしい走り見せてくれましたね。素晴らしかったですね。まあ本当に、まあ、伏兵がある程度の流れを作ってくれたことによって、まあ、その
馬個人個人の個々の本当力がそのまま引き出されたレースだったのではないかなとは思いますよね。まあ、3強がそのまま3着まで締めて、まあ、4着以外が5馬身離れたレースですから、こんなことってあります？いや僕も考えられなかったですね、本当に馬の力差ってここまであるんだというのをね、正直見せつけられたかなと思いますよね。まあ、マカ引きは、まあ、仕上がりは良かったと思いますね。まあ、本当操縦性に優れてますと思います、うん、折り合いもつけやすいですし、どこからでも動ける足を持っている。まあ、アガリアンサンハロンも33秒6というのはちょっとこれ3歳の春の連れで出してはいけない数字ではあるんですけど、中山の 2000m で、まあ、本当強烈すぎたなと思いますよね。まあ、2着のリオンディーズもかかるところがありましたよね、さすがに。それでも四角四角先頭からあれだけ粘った、この馬自身ラスト2波の11秒3にまとめているわけですから、かなり強いレースはしていますよね。まあ、リオンディーズは今回正直仕上げとしては、あ、この先をにらんでの仕上げなんだなといった余裕を満たした状態でしたね。なるほど、そういう2着でしたか。はい、それでの首差ですので、やはり本番はどう転ぶかなというのはね、まだまだこの先注目していかなくてはいけない部分かなと思います。今回でまあ勝負付けが決まったとは思わないですよね。私もそこが一番ポイントだと思う。あ、そうですか。だってくしくも離された3択の武豊氏がね、普通の年なら私のままで勝ってるレベルですよって言ったわけでしょう。その通りなんです。ということはそれに大きく選択しているリオンディーズは評価下がることなくて、やっぱり休み明けでマイル戦の後っていうのはきつかった。そうです ね、本当に。ただそういったところは持っているんで、皐月賞でも本気の仕上げをしたときに入れ込むとか、そういったところ出てくる心配をこのまま持っている可能性はありますけれども、今回のは本当にいいガス抜きにはなったんじゃないかなと思いますしね、いい経験にはできたんじゃないかなと思いますよね。同じ舞台は次走れるわけですから、この走りというのは時間に絶対つながってくるんではないかなと思いますよね。でこの3頭以外に注目といえば、やはり如月賞を圧勝した佐渡のダイヤモンド、こちらも外せないんですが、こちらはいかがですか？合格でしょ、ね、そうですね、この3強にやっぱ入ってきますか？はい、今まで見てきたディープインパクト3区の中ではトップクラスですね。マカ引きもそうですけれども、マカ引き以上に、まあ、大きな体してるんですけれども、それでいて緩いというか、欠点がないですよね。欠点がない、なかったですね。まあ、動かしても本当操縦性にも優れていますし、重い馬場もこなせる走りをするし、上がり勝負でも切れる足を使える。まあ、デビューから参戦、これまでまだこのまま本気で走ってないと思いますから、やはりこの3頭が相当上のレベルにあるのかなといった感じは間違いないと思いますね。他にちょっとハートレイやロードクエストあたりもちょっとね気になってる方いらっしゃるんではないかなと思うんですが、いかがです？やはり3頭が強力すぎますのでね、例年だったら本当、ハートレイ、ロードクエストあたりはクラシックを沸かせる存在だと思いますし、まあ、ロードクエストの場合は地層スプリングステークスか、まあ、使ってきて間違いなくいい競馬をしてくれるとは思います。ただ今年の上位3頭と比べると、やはりインパクトには見劣るかなといった気はしないでもないですね。ハートレイも2歳の時の輝かしさっていうのがね、ちょっと、前回負けすぎっていうのもあるんですけど、その中間でちょっとね、気性がちょっとうるさいところが出てきたといったところ、我が強くなりすぎたかなというところがあるんで、これから競馬に向かっていく上で難しい部分というのが出てきてしまったのかなといったところがありますね。まあ、今の時期良くならないと実はクラシック勝てないんだけど、2週間ぐらいでもう一気に評価の上がるぐらい変わってきた馬は、変わる馬はいると面白いですね。では最後に加藤さん、はい、昨年のドゥラメンテのように皐月賞そしてダービー制覇を断言できる馬いますか？います。おお、ズバリ、いや、皐月賞はリオンディーズ、ダービーは佐渡のダイヤモンドが勝ちます。お、皆さん聞きましたか？言い切れましたね。柏木さんはどう思われますか？いや、僕来週もあるから言うと加藤さん、ほら僕も来年季節ごとのゲストが大事だけど僕、サクションの後も出なくちゃいけないからまずい。はい、どうもありがとうございました。
フィリーズレビューをポイントで解説、重賞のツボです。お二人に展開、コース、タイム、騎手、血統、スペシャルの6つのツボから1つを選んでいただきます。ではまず柏木さんのツボから教えてください。スペシャルでね、はい、出走レースの選び方というか、レースの選択の仕方ですね、うん、フィリーズレビューかチューリップ賞かってあるからね、はい、うん、その選択という意味で、はい、レース選択、実はこれも重要なトライアルで、一つもあのチューリップ賞よりランクが落ちることはないんです。ただ、うん、距離が 200m 短いだけで、男馬だと 200m 違うスプリングステークスと野営賞って実は今ほとんど互角でしょ、評価。ところが牝馬の場合は最近10年ぐらいに限ると明らかにこっちの方が成績良くないですね、本番ではね。そうですよ ね、うん、牝馬の方がね、あの出走感覚取った方がいいという馬が多いのと、どの年でもやっぱり本当に牝馬のトップってこう鋭角的に勢力図限られることが多いんです。でその人たちは大体チューリップ賞に使ってしまうんです。どうせ使うならこっちの方が勝てそうなチャンスもあるし、でももちろん岡賞でも全くローテーションからは関係ないんだから、とりあえずはこっちの方かなというやや強気ではないグループが出てくるというケースが、なるほど、出走レースの選び方ですかね。選び方があるんですね。まあ、それからいっぱい持ってる馬の人だと振り分けることはありますね。あ、うん、チューリップ賞に出て負けると岡賞の希望なくなりますね、はい、だから隠しておきたい副兵というのもいるかもしれない。いないかどうでしょう。いやでもやっぱり本当はチューリップ賞とフィリーズレビューは桜花賞のトライアルとしては本当はどっち出てもいいんですよ。ただしチューリップ賞の方を選ぶ方が多くなったという副兵はいるかもしれないと。わ、うん、それを見つけるのがまた新しい楽しみですね。そう思います。はい、では加藤さんのツボどこになりますか。はい、と行きたいところですが、第1部お時間が来てしまいました。詳しくは第2部でお伺いします。皆さん見逃せませんよ。それでは第2部で